うですね、まあ、あのストレートと、まあ、あとはこう少し小さく曲がるスライダー系のボールが、ね、非常にこう、まあ、いいというかキレがあるボールを投げるピッチャーかなと思ってますね。キレの良さ、そしてそこから時を経て、まあ、9月に今シーズンの1軍での初登板を迎えています。あ、見逃しの三振、今度はインサイドに来ました。ツーシーム、少しこう左バッターにとってみますと中に食い込んでくるようなこのボールです。河合さんはそのカットボールであったり外に逃げる系のボールもお話もありましたが、こう中に来るというのも、はい、そうですね、まあ今左バッターに対してああいうボール投げるっていうのは珍しいと思いますので、はい、吉川、松原とアウトにしまして、おー、連続三振です。スリーアウト、高橋初回ジャイアンツ打線0点に抑えています。ツーアウトから西から5点取るという攻撃でしたね。はい、岡本の2人はサードゴロ、大山つかんで、おっとワンバウンドになりましたが、マルテすくい上げてワンアウトです。2球目、少し高いバウンド前に行きまして、うん、ここも送球少し高く行きましたが、軽くジャンプをしましてマルテ掴んでいます。ツーアウト、ワンボールツーストライク。低めのボール、バット出ました、空振り三振です。先ほど読売テレビ小澤アナウンサーからもありましたが、矢野監督も非常にその優勝に向けての大きなピースとしても期待されています。小林に対しては見逃し三振、まあ、河合さん、本当に右バッターのインサイドに見事なボールを投じてきます。はい、もう高橋は完璧な素晴らしいボールですね。これは今日来られている長嶋さんも追い込まれてからの見逃し三振は、非常に嫌ってましたね。あ、そうでしたか。落合監督もそうでした。あ、ドラゴンズそうでしたか。はいはい、だから何も起こらない、はい、まあ、今のピッチャー菅野は3球目こう手を出して空振りというような、まあ、高めのボール球ではありましたが、そうですね、ですから追い込まれたらあんまり山は張れないわけですから、ですからまあその中でなんとか、まあ、違うボールが来ても手を出してファールにすればもう1回チャンスが来るわけですから、うん、この9月に戻ってきて、さあタイガース、おっとこの上位に原動力というふうになるんでしょうか。高橋連続三振で三者凡退に退けています。そう、打席を回してあげれたら一番いいんじゃないかなと思いますね。ああ、今のもスイングこう止めに行ってというようなところになりましたが、はいはい、ああいった打席の内容ですと、こうあまり良くないということになるんですか。うん、そうですね、うん、だからもう、まあ、もちろん追い込まれてますのである程度のボールは手を出さなきゃいけないんですけど、はい、まあ、基本はやっぱりセンター返し、センターからセカンドの頭上ぐらいを狙っていかないと。坂本がもうスイングして尻餅をつくような、はい、これで6者連続三振です。今この球種がスライダーなのかフォークなのか、はい、どうでしょうか。これスライダーです。あー、でもいい曲がりしてますね。スイングの後にこうよろめいて、はい、これはまあバットに当たってもファールにしかできないボールだと思いますんでね。詰まりながらですが、ライト佐藤輝明掴みました。4回まで両チーム0点です。まあ、ある種こう上位での戦い、その時のこうチーム状況とまた同じようなチームで戦っていますが、はい、厳しい形の中でもジャイアンツはいい戦いをしていますね。今は3位だけどまだまだこれから。中田のあたりはセカンドフライです。まあ、走らせないようにしなきゃいけない状況ですよね。さあ、このあたりですがショートゴロです。高橋5回までジャイアンツ打線ヒット1本、0点に抑えています。タイガースはこの菅野をきっちり抑えなきゃいけないでしょうね。うん、見逃しの三振です。追い込まれるまでずっとセーフティーバントの構えするとか、うーん、まあ、そうやってピッチャーをやっぱこうマウンドから下ろしていくって、はい、サードが少し下がるのでそれを見て甘めでしたけどというシーンもあったんですね。やったことがありました。そうですか。はい、ただここは松原強攻策、レフトフライに倒れました。初球から来ましてサードセカンドに送って1つアウト、2つ目は
一塁はセーフです。岡本併殺崩れサードゴロに倒れました。変わっていきそうですかね、はい、ここもやっぱり長打警戒ですから、あっとこれも叩きつけるバッティングになりました。サードから今度またセカンドに送られまして、一塁は投げません。反対方向にこの打球はライン際ですが追いつきました。スリーアウトです。あっと三振。この同級生対決は高橋遥人に軍配が上がりまして、ですからまあそこら辺のことを考えたときにどういう判断をするかじゃないかなと思いますね。あ、9回への好ピッチャーへのつなぎですが、はいはい、この打球ですが近本は動かず掴みました。3アウト、ノーアウトでランナーを背負いましたが、高橋遥人8回まで0点に抑えています。高く上がりましたがインフィールドフライが宣告されています。ワンアウトです。あ、三振。高橋遥人丸を空振り三振。フルカウントから低めの変化球バット回りました。さあそしてジャイアンツは代打亀井です。これで2ストライク。外のボール決めに行ったが150キロ、ワンバウンドになりました。亀井のバットは出ません。あ、この打球ですが高く上がった、落下点に入ったか、掴んだ。スリーアウト。高橋遥人プロ初完封勝利。なんとか掴いだ、なんとか掴んだ、このプロ初完封勝利。そして2位3位直接対決の大事な伝統の一戦、高橋遥人が大きな仕事をやってのけました。